メルセデス・ベンツ SL クラスメルセデス・ベンツ 300SL メルセデス・ベンツ 300SL はドイツの自動車メーカーダイムラー・ベンツが開発、製造したスポーツカーである。同社の高級スポーツカー、SL クラスの初代モデルにあたる。ガルウィングドアと世界初のガソリン直噴エンジンを特徴とする2、シーター・クーペ。1957年以降はオープンのロードスターに変更された。 社名の300はエンジン排気量3リットル、SL はドイツ語、スポーツライクとの略で軽量スポーツカーを意味する。ダイムラーベンツの社内コードは W198。当初はワークスチーム用のプロトタイプレーシングカーとして開発されていた。1952年の国際スポーツカーレースで収めた成功の中でも世界一過酷な行動レースと言われた彼ら。 パナメリカーナメヒコにおける勝利はアメリカのスポーツカー愛好家たちに強い印象を与えた。1954年ニューヨーク国際オートショーで発表された 300SL と 190SL300SL の市販予定はなかったがニューヨークで高級輸入車インポーターを経営するマックス・ホフマンはアメリカ市場における需要を予想し仙台の確定注文をもって ダイムラーベンツ社を説得した。そして1954年2月、ニューヨーク国際オートショーで市販モデルとなる W198 がデビュー。同時に廉価版となる 190SL も発表されている。インテリア販売価格は6820ドルと高額であるにもかかわらず人気車種となった。1957年5月をもってクーペを生産終了し、 ロードスターに一本化。1963年、後継となる 230SL の登場に伴い、販売を終了した。生産台数はクーペが1400台、ロードスターが1858台。廉価版の 190SL は4000ドル以下と、比較的安価だったこともあり、生産台数は25881台に達した。多くのドライバーが事故で死亡したため、 微動メーカーという別称を付けられたこともあった。なお、左ハンドル車のみの設定で、右ハンドル車は存在しなかったが、アラブの石油王が大枚を叩いて、右ハンドル車を特注で作成した。その独特なドア機構をはじめ、世界初の技術を多数盛り込んだ 300SL は、メルセデスベンツの歴史を語る上で外せないモデルである。 現在でもコレクターを中心に高い人気を誇っており、価格は40万ドル以上に達している。アメリカの自動車雑誌、スポーツカーインターナショナル誌は 300SL を歴史上5位のスポーツカーに認定した。ガルウィングドアを開放した 300SL。サイドシルはアームレストの高さまである。ドアはルーフ状にヒンジのある跳ね上げ式で、 解放するとカモメの翼のような形状となることから、ガルウィングドアと名付けられた。国内での所有者は、プロレスラーの力道山、俳優の石原雄二郎、夏木洋介の3名が有名である。プロトタイプのシャーシは軽量化と強度確保を両立させる目的で、細い交換を組み合わせた、マルチチューブラースペースフレームを採用した。ガルウィングドアを採用したのは、 デザイン目的ではなく、シャーシ構造上サイドメンバーが座席の脇を貫通するため、サイドシルが高くなりすぎて、通常の横開きドアでは乗降が困難になったためである。レース参戦時にクレームを受けると、メルセデスチーム監督のアルフレートのイバウアーは、ドアが横開きに限るとは、どこにも書いていないと主張したという。当初は開口部がサイドガラスあたりまでしかなく、 サイドシェルを大きくまたいで乗降していたが、1952年のルマン24時間レースに出場した際、主催者から安全面のアドバイスを受けて開口部を広げた。この方式は同じシャーシ構造を持つ市販型 300SL でも継承された。ステアリングは乗降時に膝にぶつからないよう前方に倒れる加藤式とされた。なお、当時の技術では、 窓の開閉ができないという欠点があり、室内はエンジンの発する熱が入り込んでかなり熱くなるという問題点があった。リアウィンドウに排熱用の機構を備えているものの、あまり機能しなかったという。さらに当時はカーエアコンを自家用車に搭載するという思想もほとんどなかったため、真夏の運転は過酷を極めた。性能優先のスポーツカーであり、浄厚性や快適性を 重要視した設計ではないが、スカートやドレス姿の女性をエスコートする富裕層にとっては、乗降性の悪さがネックとなった。後のロードスターモデルでは、日常的な仕様を考慮して、フレームが再設計され、ドアの形状、開閉方向は一般的なものとなり、窓も開閉できるようになった。それでも、交換スペースフレームゆえの開口部の狭さから乗り降りには、 多少の慣れを要した M198 型エンジン。全面投影面積減少のため、進行方向左側に傾けて搭載されている。プロトタイプは300リームジンの3.0リットル直列、6気筒サイチェシーエンジンを 115PS から 171PS にレースチューンし、左に50度傾けて設置した。市販モデルでは、ソレックス製キャブレターに換装し、 ボッシュ製の機械式燃料噴射装置を採用。最高出力は当初の2倍、近い 215PS5800rpm、最大トルクは 28.0kgm4600rpm を発生した。機械式燃料噴射装置及びガソリン直噴エンジンは市販車では初採用である。最高時速は時速 260km に達し、 当時の市販車では最速を誇っていた。燃料噴射装置の整備は、現在の電子式に比べて高度な技術が要求された。機械式は、点火を止めても、エンジンが停止するまでガソリンを噴射し続けるため、残留したガソリンがシリンダー壁面のオイルを洗い流してしまうという問題点があった。加えて競技用の大型オイルクーラーを搭載していたため、 残留ガソリンの蒸発効果が低下して、オイルを洗い流すスピードが早まり、約 1600km ごとにオイル交換を用していたという。クラッチペダルは、とても重く、多くのドライバーが、左足のふくらはぎを痛めていたとされる。ロードスターモデルでは、ペダルの動力を軽減するため、バネが組み込まれた。300SL、彼らパナメリカーナメヒコスポーツカーレース用、ワークスマシン。 シャーシやボディは新設計だがエンジンや足回りは開発期間短縮のため300リムジンから流用した。SL は計画発表段階ではスーパーライクと大意味しており、スペースフレームと軽量なアルミ製ボディにより車重を 870kg に抑えている。ボディラインは市販型よりも丸みを帯びており、フロントグリルは縦型グリルを採用し、 レース参戦を記念してパナメリカーナグリルと名付けられ、そのグリルは AMG モデルの最強の証として、その後メルセデス AMG GT などに採用されている。レース参戦と並行してスーパーチャージャー式エンジンやエアブレーキの搭載がテストされた。レース活動終了後の1953年にはトランスアクスルや燃料噴射エンジンのテストカーも製作されている。 300SLS ガソリン直噴エンジンを搭載するロードバージョン。ボンネットとドア、トランクリットを除いてスチール製ボディとなり、車両重量は大幅に増加した。フロントはフェースリフトされ、ボディラインは浴用のついたデザインとなり、ホイールハウス状のフィンと排熱用のエアベントが追加された。内装も顧客層に合わせて高級感のある仕様に変更された。 ロードスターにはオプションで着脱式のハードトップルーフが用意されていた。リアサスペンションはキャンバーの変化により突発的なアンダーステアを起こすことがあり、ロードスターモデルではスイングアクスルのピボット位置を下げ、マイルドな挙動を示すよう改良された。また、ロードスターでは燃料タンクが小型化され、トランクルームが拡大された。ホイールベースは変わらないが、全長は やや長くなっている。クーペモデルとロードスターモデルとではフロント周りのデザインが異なっており、クーペが丸型二等式ヘッドランプなのに、対しロードスターは異形縦型大に二等式ヘッドランプである。ただし、顧客の希望に応じてダイムラーベンツ本社が丸型と縦型のヘッドランプを取り替えた例も少なからずある。日本において石原裕次郎の愛車として知られる個体は、 ロードスタータイプのヘッドランプのついたクーペである。また、オープンスポーツモデルの 300SLS も少数存在する。190SL 外見は 300SL と共通するシルエットで、ホイールベースも 2400mm と同一だが、中身は別物であり、W121 軽車足をベースとした設計に、キャブレター式1.9リットル直列4気筒。 最知事の M121 エンジンを搭載する。300SL に比して、格段に廉価な上、特殊設計だらけで運転も整備も、制約の多かった 300SL と違い、恩恵、常識的な性能水準に抑えられて、一般ユーザーにも扱いやすかったことから、商業的には大いに成功を収めた。ロードスターとして発売され、後にハードトップモデルが追加された。 300SL、300 190SL ともに、ブレーキは、前後とも当初は、ドラムブレーキであったが、1961年以降は、ディスクブレーキに変更されている。力道山、石原と,ともに、よく所有者として紹介される歌手の三橋道也が、所有していたのは、こちらのモデルである。第二次世界大戦後レース活動を休止していた、メルセデスベンツは、 グランプリレースへの復帰を計画。その準備段階として 300SL プロトタイプを製作し、1952年のみスポーツカーレースにワークス参戦した。エンジン出力は 175PS しかなかったが、軽量で空気抵抗の少ないシャーシにより、フェラーリ、ジャガーといった強敵を相手に高速レースでも驚くべき実力を見せた。メカニズムの優れた信頼性と、 鉄壁のサポート体制も成功の要因となった。デビューレースのミルレミリアでは2位と4位を獲得。ベルン GP の前座レースで最初の勝利を得たが、名手、ルドルフ・カラツィオーラが負傷し、第一戦から退くことになった。1952年のルマン24時間レースでは、主位のピエール・ルベイがゴール1時間前にリタイアしたことで、ヘルマン・ラング、フリッツ・リース組が、 総合優勝を果たした。地元ニュルブルクリンク25周年記念レースでの勝利を経て、メキシコで行われた彼らパナメリカーナメヒコにも遠征し、カールクリンク、ハンスクレンク組が優勝してワークス活動を締めくくった。ハゲタカ衝突後の状況を。ウィンドスクリーンは砕け、ハンスクレンクは頭部を負傷した。彼らパナメリカーナメヒコの有名なエピソードとして、 優勝者のクリンク、クレンク組を襲ったハゲタカ衝突事故がある。峠道を 200km、H で走行中、道路脇から飛び立ったハゲタカの群れの人はが、ウィンドスクリーンに衝突。その衝撃で、ナビゲーターのクレンクは、流血し、一時意識を失ったが、レースを止めることなく 70km 先のタイヤサービス地点まで走り切った。その後は、対策として、 ウィンドスクリーンの前に8本の鉄柵を取り付けて走行することになった。市販型 300SL をベースとした車両によるワークス活動は行われなかったが、ミッテミリアの GT クラス優勝などプライベーターの活躍によりレースシーンを賑わせた。1955年、メルセデスは 300SLR によって世界スポーツカー選手権を制覇する。ただし、 300SLR は名前は似ているものの W194 がベースである 300SL とは異なり W194 の次に設計されたレーシングカーであるイチマシン W196 がベースであり 300SL と 300SLR に直接の関連はない。1996年メルセデス自身の手によって AMG 製エンジンや 最新のシャーシの上に 300SL のボディを被せたカスタムカーが2台製作され、外市がこの存在をスクープした。注文主は明らかされなかったが、ブルネーのハサナルボル、キア国王ではないかと報じている。オリジナルの 300SL は左ハンドル仕様のみ製造されたが、この2台は右ハンドル仕様であった。2009年、ガルーイングアメリカシャワ 300SL の レプリカモデル製作を発表した。これは市販型ではなく、彼らパナメリカーナメヒコに出場したプロトタイプをモチーフにしていた。海一のセーフティーカーとしても使用されていた SLS-AMG はカルーイングドアなど 300SL の衣装を継承している。2012年、ダイムラーは許可なく 300SL のレプリカを製造、販売していたドイツ国内の企業を訴え、 少女した後に、そのレプリカをスクラップにする模様を公開して、違法コピーを拒絶する姿勢を示した。ありがとうございます。